はいどうもこんにちは、宗谷です。ガレージ、出来上がってからちょっと時間経ったんですけど、現在の、状態ちょっと見てみましょう。こんな感じでね、ごちゃっとしてて、まるで物置みたいに、なってるんです。全然ガレージらしさがね、ないんですよね。ここ見たらガレージっぽいんですけど、ガレージらしさがないです。ちょっと殺風景な感じなんですよね。なんで今回はちょこちょこっとした装飾品をつけまして、ガレージらしさを少しでも、出していきたいと思います。それでは今回使用するものをご紹介します。ガレージの装飾といえば、まずはブリキ看板だろうということで、こちら買ってまいりました。だからね、メルカリでセット売り、1枚800円から1000円ちょっとで、買えるようなものがありました。こういうのアンティークショップとかに行かないと購入できないものだと思ってたんですが、最近はね、新品でこういうヴィンテージ風の看板結構出回ってるようです。いや、いい時代になりましたね。車のガレージということで、ダンロップスノコ、あ、これ裏返しじゃねえか、裏返し、スパークプラグのチャンピオン、そしてカストロール、このキャラクターは何て言うんでしょうか、トゥーアルコールっていうので、ちょっとね、面白かったんで買ってきたんですけど、これをね、壁に貼っていきたいと思います。続きましてね、こちら、時計です。ちょっとね、ヴィンテージ風の時計、ちょっといただき物なんですけど、このガレージに似合いそうなのでつけていきたいと思います。で、本当は予定なかったんですけど、昨日ね、セリアに行ってちょっと面白いものを見つけてきたんで、紹介したいと思います。これ、アイアンのダブルフック、サビ加工してやるヴィンテージ風のやつなんですけど、なかなかいい雰囲気なんですよ。最近こういうの流行ってるんですね。100円です。安っ。もう一個ね、こんなのもあったんですよ。看板じゃねえかって思ったらね、これどうやらコースターなんかな。ラウンド PP マットアメリカンって書いてるんですよ。ブリキ看板ではないですけど、ブリキ看板風のマットありましたので、これね、って思われる方もいるかもしれませんが、ちょっとね、看板も装飾も、少ないので、こいつをね、ちょっとアクセントに入れていきたいと思います。はい、というわけで、すごい簡単な作業なんですけどね、とりあえず終わりました。やっぱ看板とかつけるとね、違いますね、雰囲気が。ガレージらしくなりました。 OSB 合板のね、具合とヴィンテージ看板の感じがすごく、いい感じだと思います。はい、時計もつけました。セリアで買ってきたフックなんですけど、結構ね、馴染んでます。でもね、ヴィンテージ調のフックなんで、なかなかいい感じだと思います。はい、こちらも掃除道具かけてきました。こんな動画で本当にいいのか迷うとこなんですが、
まあ、たまにはね、がっつりの作業ではなく息抜きの時間もね大切なんじゃないかと思います。まあこんなところで今回は、さらっと終わりたいと思います。また、次回から頑張っていきたいと思います。ここまでご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録もよろしくお願いいたします。それではまたお会いしましょう。